10日、長小区は、かつて、新潟県十日町市の10日、超娯楽会館にあった映画館。1968年12月30日に、開館した。2004年10月23日に起こった新潟県、中越地震で建物が半壊し、そのまま休館を余儀なくされた。1941年の春街、劇場1953年の10日町末。 A2 型県中尾沼郡東0日町の春街座では、1938年に観客69人が死亡する東海、日、超映画館崩壊事故が起こっている。1941年春に開館した春街劇場が東海、日、超小地区の前身である。春街劇場は、木造2階建てであり、座席数562席を有する劇場だったが、 1953年3月7日に、ボイラー室から出火し、劇場と経営者宅の計150坪が全焼した。観客に怪我人はいない。春外劇場の火災から4ヶ月後の1953年7月には、鉄筋コンクリート作り2階建てで304席の劇場が再建され、10日待ち待という名称で開館した。戦後の10日、 上司には10日町松栄の他に10日町栄劇もあり、全国の映画観客数がピークを迎えた1958年には、この2巻だけで年間600本が上映されて36万人が入場した。1963年には10日町松栄の隣接地に座席数百席と小規模な洋画専門館の10日、町パレス劇場が開館している。 1965年には10日町松永、10日町パレス劇場、10日町永劇の3館で12万6千人が入場しているが、7年前のピーク時に比べると1、3程度にまで減少している。10日町松永の後継館として、1968年12月30日、本町5丁目の10日、超娯楽会館の1階に10日、長小地区が開館した。 なお十日、超五楽会館に隣接して、九百三十八年の映画館崩壊事故の犠牲者を供養するみゆき観の春街道があったが、後に道は取り壊されて、石踏みだけが残っている。九百九十六年には、南ウォ郡六日町のジャスコ六日町店に六日、町シネマが開館し、十日、上昇地区が委託されて、運営を行っていたが、六日町シネマは、 新潟県中越地震後の2006年5月28日に閉館している。6日町シネマはイベントを行うスペースを映画館にしたため前方に客が座るとスクリーンに人の頭が映ってしまうことから低い席として11月中旬から3月いっぱいの冬場は日本の映画館で唯一こたつを設置して夏場は座敷になっていた。また館内へ飲食物の持ち込みは自由だった。 2004年10月23日には、新潟県中越地震が発生し、震度6強を観測した10日、長市は9人の死者を出した。10日、長娯楽会館の建物は半壊して、営業の継続が不可能となり、そのまま休館に追い込まれた。なお、10日、長娯楽会館北側から崩れ落ちた壁面の下敷きになった一人が死亡している。10日、町庄地区の休館によって10日、 長市から常設映画館がなくなったが、10日、長小地区の経営者は閉館後も映画の移動上映を行っている。10日、長娯楽会館は2012年以後に取り壊され、跡地には2015年6月に10日、長産業文化発信館、イコテが開館している。10日、長小地区の休館から3年後の2007年12月15日には、 ミニシアター系の作品を上映する10日町、シネマパラダイスが開館した。10日町シネマパラダイスは10年後の2018年3月11日をもって閉館し、再び10日、調子から映画館がなくなった。ありがとうございます。